エリオ・ディルポは、ベルギーの政治家。現在、同国アロン地域政府首相。第68代ベルギー首相を務めた。同性愛者であることを公表している。同性愛者であることを公表して首相に就任したのは、アイスランドのヨハンナ・シグルザルドッティル以来2人目である。また、インタビュー本によると、無神論者であることも公言している。1951年7月18日に、モルランウェイにて、イタリア移民の子として誕生する。インタビューによると、父親は、サンバレンティーノ・イン・アブルッツォ・チテリオーレ出身で、1947年から1948年にかけて、ベルギー南部に移住し、その後母親と6人の兄、姉をイタリアから呼び寄せた。フランス語を母語として話す。オランダ語も話すが、苦手で間違いが多いとされる。一応英語も話すことができ、そのシーンを動画サイトで確認することができる。1999年にワロン地域政府の首相に就任しており、以降2020年までに3度務めている。2期目は2005年から2007年、3期目は2019年から現職である。2000年にはモンスの市長に就任した。ベルギー中央政府は2010年の総選挙以来、連立交渉が難航し、新政権を発足させられずにいた。2011年5月に、国王アルベール2世は、ディルポを組閣担当者に指名した。同年9月に、ブリュッセル周辺の選挙区割り問題で、格闘合意を達成すると、欧州債務危機の深刻化に背中を押される形で、危機克服のための連立合意にこぎつけた。同年12月にディルポは首相に就任し、これによって535日間にも及ぶ暫定政権に終止符が打たれた。ワロン系の首相は1974年以来である。2014年10月に退任した。ありがとうございます。